フィリッポは、新約聖書に登場するイエスの弟子、十二使徒の一人。文語訳聖書、口語訳聖書、新海訳聖書の表記ではピリポ。日本ハリストス聖教会での表記はフィリップ。伝統的教会すべてにおいて、聖人とされる。使徒行伝に登場する、福音宣教者フィリッポとは別人。フィリッポという名前はギリシア語の男性名で、 ユダヤ人としての名は別にあったと想定される。なおフィリポ、ピリッポという表記は、馬を愛する者を意味する、ピリッポスの、日本語聖書翻訳の新共同訳聖書における、核変化語尾を外して、名詞見きのみにした、寛用表記である。フィリポは四福音書の十二使徒のリストすべてに、登場するが、その記事は、あまり多くなく、ヨハネによる、 福音書に集中している。それによればフィリッポは、ベトサイダの出身で、イエスに直接招かれて弟子になる。フィリッポは、知り合いのナタナエルに、イエスを紹介し、ナタナエルも弟子になった。また、ギリシャ人がイエスに会いに来た時には、まずフィリッポに仲介を頼んでいる。西方教会における記念日はもともと5月1日であり、聖公会、ルーテル教会においては、 現在もその日に記念されている。ローマカトリック教会においては1955年から5月11日に、さらに1969年から5月3日に移動されて、現在に至っている。聖教会においては、11月14日、フィリップの祭日をもって、高端祭前の時の開始とし、これを、フィリップの時と呼ぶ。ありがとうございます。